工藤茂光は平安時代末期の武将、豪族。藤原南家の流れを汲む工藤氏の一族。彼の氏の祖であり、彼の重光とも呼ばれる。勢力範囲は山勝ちではあったが、伊豆国を代表する牧草地だった牧師号を領有資料場を多数有したため、伊豆半島最大の勢力を築くこととなった。大会の先に重光率いる大軍の船を認めたため、朝、 月岡義都室伊豆大島を所領としており、方言の乱で大島に流罪となった源ともの監視役となる。やがて、ため朝が留人のみでありながら周辺守護族を切り従えて自立の動きを見せたため、顔2年にこれを追悼し自害に追い込んでいる。自称4年、同じく伊豆国において留人生活を送っていた源の頼朝が、 半平家の兵を挙げると、頼朝の下へ馳せ参じる。石橋さんの戦いで、平家方の大場影地下、伊藤助地からと交戦するも破れ自害した。一説には、重光は、肥満体であったため思うように走ることができず、周囲の足でまといになることを嫌い、外村の田代信仏に懇願して解釈されたとも言う。彼は、古代から安土桃山時代の田政に至るまで、 武家として活躍し、松江が現代まで伊豆に多数残り、伊豆名門の一つである。ご法上氏に仕えた、かの安光みつや狩りの一案もこの松江と思われる。ありがとうございます。